ゆめめ、そろそろ開店だよ。今日もみんなを虜にしちゃってね。はーい、ゆめめの可愛さは100点満点。なんて言ったってスーパーメイドなんだから。ゆめきゅな。そしてこの3人は俺様キャラが一番かっこいいって思ってる勘違いオタク、タッツン。オタク界で俺の美貌に勝てるやつはいない。妄想でしか生きられない毎日がお花畑オタク、タナちゃん。え、ゆめめちゃん今日も可愛いよ。え、僕の方が可愛い？そんなことないよ。サプライズ大好き、プレゼントあげあげマシーンオタク、ナカミン。ゆめめの欲しいものは僕の欲しいもの、何でも買ってあげる。目の前ではお静かに。今日ゆめめは中でご主人様をお待ちです。早く会わせるよ。順番にご案内します。じゃあ私から。いやいや、これ違う。俺から。私から。俺から。私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 から。ゆめきゅるん、いらっしゃいませ。ご主人様、ゆめめでいっぱい癒されてね。ガオでっかいライオンになれよ。ゆめめちょっといいかな。はい、ご注文はお決まりですか。ちょっと手を見せてくれないか。はい。ゆめめちゃん、私とはずっと思ってたんだよね。この手の形、この指の長さ、そしてこのネイルの形、あとこの薄く見える血管、すべてが完璧な手なんだよね。君の手は美しいよ。そんなロマンチックなこと言われたの初めて。もうタナちゃんたら。よし、練習通り言えたぞ。よしよしよし。出たよ、妄想したことを実行しようとしてくるキモオタク。タナちゃん、注文決まったの？あ、ごめん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 。じゃあこの夢見るふわふわパンケーキで。かしこまりましたけど。あ、夢見。どうされました？今他のやつに手触らせたよな。あ、はい。いつも言ってるよな、俺以外のやつに手を触らせるなって。自分が一番可愛いということをもっと自覚しろよ。この客マジでめんどくさいんだよな。彼氏ずらしてくる嫉妬オタク、ついてけないわ。ごめんなさいご主人様。わかればいい。じゃあこの夢見るチュルチュルパスタ一つ。かしこまりましたけど。あ、いやいやいや、ゆめめ、調子はどう？キュルンキュルンに元気ですよ。かわいい。あ、今日は実はゆめめにプレゼントを用意してきたんだ。ほらほらほら、ホームページでさ、欲しいもの書いてあったでしょ。これ、ゆめめの欲しがってたぬいぐるみ。あ、いいんですか？はい、ありがとうございます。ゆめめ嬉しい、キュルン。ゆめめのこと、何でも分かってますって感じがちょっとうざいけど、まあ毎回私の欲しいものくれるし、まあいっか。ご注文はお決まりですか？あ、じゃあゆめめのおすすめのもので。かしこまりましたけど。ゆめめ、もう上がっていいよ。今日もお疲れ様。明日もよろしくね。はい、明日も頑張るきな。お疲れ様でした。今日もなんやかんや疲れたな。帰って半身浴でもしよう。おいお、え、お、ゆめめ、あ、あ、偶然だね。あ、偶然。え、嘘、なんで？あ、ぶつかっちゃ、お詫びにさ、なんかおごってあげるよ。え、うん、この近くにさ、いい喫茶店あるから、お詫びになんかおごってあげる。いや、結構です。いいよ、おごってあげる。そんな、
ゆめめ待ってくれよ。話してください。待ってって、おごってあげるから。ゆめめ話してください。いいじゃん、ゆめめいいじゃん。はい、その手を離す。え、俺のゆめめに手を出しやがって。あの主、ただではおかんぞ。貴様は、おい、その手を離す。ちょっと、くそ、自分のくそ、汗で滑った。おい、だから言っただろ、俺以外の男に触らせるなんて。だからこんなことになるんだよ。ごめんなさい。なんで私の帰り道にいるわけ？まさか出待ち？こ、怖いよ。俺が家まで送ってやるよ。やめてください。トイレ帰ります。タクシー。ゆめめに近づきやがったあいつら。シュルさん、はあ、今日も散々な一日だった。てかオタクたちマジで怖すぎなんだけど。とりあえず今日は早く寝て明日に備えないと。今日もよろしくね。なんか不安なことない？なんかあったら言ってね。あ、ありがとうございます。今日も来たい。ゆめめ、おかえりなさいませ、ご主人様。ゆめめ、昨日俺を置いてっただろ。許さねえかな。ごめんなさい。ゆめめ、今日はとっておきのプレゼントがあるんだ。この DVD、僕が気持ちを込めて作ったんだ。よかったら見て。ありがとう、帰ったら見るね。あ、ゆめめ、髪の毛ゴミついてる。取ってあげないと。それにしても本当髪の毛サラサラだよね、ゆめめちゃん。やめてください。いいえ、すまだってサラサラなんだもん。いいじゃん、可愛いんだから。やめてって言ってんの。あんたたち、度が過ぎるわよ。いくら好きだからって人が嫌がることはしちゃダメ。ゆめめからのお仕置きよ。悪かったな、ゆめめ。ゆめめの嫌がることしてごめんなさい。わかればいいの。ゆめめ、ご主人様に何してるの？マネージャー、ごめんなさい。お三方、今日はもうお帰りください。わかりました。僕はまだ諦めてないからね。ただいま。はあ、私夢見るもんで働くのやめようかな。最近お客さんすごく怖いし。はあ、私のこと好きでいてくれる人を嫌っちゃダメだよね。あ、そういえば DVD ってなんだろう。よし、どんなのかな。え、これって私の部屋？え、私寝てる。誰かいる。ゆめめ、会いたかったよ。え、君はお店を辞めてこれから僕とずっと一緒にいるんだよ。やめなさい。ゆめめのマネージャーがなんでここに。最近あなたの行動が怪しいと思ってたのよ。来てみてよかったわ。説明しよう。マネージャーはただのマネージャーではなく、
ゆめめの危険を察知する能力を持っているスーパーマネージャーなのだ。ゆめめ大丈夫？怖かったよ。今すぐこの部屋から出て行きなさい。警察呼ぶわよ。警察なんて呼んだって無駄さ。僕はゆめめとずっと一緒にいるんだ。ね。あら、どうしてもゆめめから離れられないなら仕方ないわね。くらいなさい。ハクギミーター。うわあ。どう、聞いたでしょ。ここは一体夢で、ごめん夢のことが好きすぎてこんなことしちゃって、ごめんなさい。わかればいいのよ。さあ、立って。また明日、夢見るもんで待ってるからね。助けてくれてありがとうございました。このお礼はしっかりお店で働いて返すのよ。わかってるって、スーパーマネージャーマジで怖かったね。怖かったね。マネージャーは次の日、他のオタクたちにも叱ってくれて、オタクたちは心を入れ替え、マナーのいいオタクたちになった。私がスーパーメイドをできるのはこのスーパーマネージャーがいるからなんです。ここだ、これは。やめてって言ってんの。まだそれじゃ無理だな。それじゃまだ無理だ。それじゃ。OK です。ゆめきゅるんきゅるん。痛い。足取れます。折れちゃう。